石原知事は今日羽田空港で2010年秋の運用開始に向けて24時間体制で工事が進められている4本目の滑走路 D 滑走路を視察しました。長さ2500メートルの D 滑走路は空港の南端に位置しています。多摩川の流れをせき止めないよう全体の3分の1が桟橋構造になっていて、埋め立て部分とのハイブリッド構造が特徴です。視察には羽田空港国際化の協議に関わる東京都の石原知事と神奈川県の松沢知事、そして横浜市と川崎市の市長が訪れました。石原知事らは滑走路の展望台で工事の概要について説明を受けた後、連絡船で D 滑走路に渡り工事の進捗状況を視察しました。ことはね、着々と進んでると思いますよ。結構なことだと思います。国家にとって致命的な大事なインフラなんだから、もうこれも一日でも早くやってもらいたい。東京都は羽田空港が今後国際空港として位置づけ整備されることを目指しています。これまでの羽田空港国際化へ向けた都の取り組みをまとめました。2010年秋の羽田空港再拡張に伴う国際化をめぐっては、今年5月、冬芝国土交通大臣が国際定期便の発着枠を当初予定していた年3万回から6万回に増やすプランを示しています。また半径およそ2000キロの範囲内というこれまでの距離規制を超えた昼間の香港便の就航を認め、深夜と早朝にはアメリカやヨーロッパへも就航させることが盛り込まれました。都は国に協力を求める13の重要課題の一つに羽田空港の国際化推進を挙げ、昼間の発着枠拡大などを求めています。石原知事は国側のプランについて、国際定期便を将来的にはもっと飛ばしたいと語りました。いろいろ今まで画策してね、根回しもしてですね、内々打ち合わせしたことでね、それが一応8分通りぐらいのところで表明されたけど、もっと先のことも考えてますよ、都としても国としても。知事としては将来的にはさらにもちろん もっと問わず。また先日開かれた国と東京都、神奈川県、千葉県の会合では、猪瀬副知事が短い期間で成果が上がったと国のプランに理解を示した上で、バンコク、シンガポールと羽田を結ぶ便を認めるよう発着枠と就航距離の拡大を求めました。